イヤホンは会場抜けた後に気づいてマネージャーさんに聞いてみたよ。楽屋にな、イヤホン忘れ物なかったですかって。でもなかったから、絶対私の荷物の今どっかにある。まだ探してないけど。でも楽屋にないってことは絶対にもうこっちにあるやん。だからさ、でもまだ探してない。荷物をまだ出してないから。でも絶対あると信じて。ほんまにイヤホンなかったらね。でも最悪有線のイヤホンあるから、それで最悪なかったらそれで過ごすことになる。そう、記憶ないんよね、ほんまに。いつもやったらさ、記憶あるんやけどさ、あの時にイヤホン外してここに置いたよねっていう記憶あるんやけどさ、昨日疲れすぎてほんまにない記憶がみたいな。どこに置いたか、もうそのイヤホンの存在を忘れとったっていう。忘れかけた時にそうふわって見つかったりし、そうだからまあ気にしすぎずね。MI さん、セーターありがとうございます。探すのをやめたとき見つかること？ま、見つかるでしょう。おはようございます。うわ、目変わりの季節がやってくる。昨日髪の毛やってもらったメイクさんにさ、そういえば思い出したけど、メイクの話めっちゃした。久しぶりにメイクの話をこうスタッフの人というかそういう人とした。
すげの違う、つぼのしんさん、セーターありがとうございます。うわ、めっちゃコスメ欲しくなってしまう。そんなコスメの話なんかしたらさ、いつもと違う人、そう全然いつもと違う人で、初めてやってもらったのかな、髪の毛。東京の人やったから、でもいい感じに巻いてくれて、いい感じに前髪がちょうど良くなるようになんかいろいろやってくれて、うちの好みちゃんと分かってるやんって言いそうになったよ。絶対言わんけど、だってね、昨日よかったくない？髪の巻き方、こう緩すぎず派手すぎず、ちょうどちょいギャルみたいなぐらいの巻き髪で、ちょっと好み分かってるやーと思って。東京の人違うの、武道館の時も、確かに武道館の時もや。分からんなー、東京で、もしかしたら東京でテレビ音楽番組出た時のどっかでやってもらったか。なんでかっていうと、なんか男のメイクさんで、男のメイクさんって珍しいやんか。だからでも前音楽番組、なんかの音楽番組出た時になんか男のメイクさんにやってもらったなっていう記憶があって、もしかしてその人と一緒の人かなみたいな。でもその時は、まあ、私がめちゃめちゃ人見知りだったっていうのもあるから、そんなコスメの話とかせんかったよな、同じ人ではないのかなみたいな。メイクの話、そう、男のメイクさんだったけどメイクのこととかさ詳しかってさ、でその人もメイク好きみたいな感じで、なんかめっちゃ綺麗だよね、それな、髪型いい、そう、人見知りなんですね、そう、人見知りやし、昔やしな、今は全然人と喋れるけど、昔ってなんかね、人と喋ること諦めとったりした。リッチ想像してしまった。確かにあれはメイク男子、いや世の中にね、メイク男子がもっと増えてくれればいいな。でもこの増えてくれればいいなっていうのは、こうみんなメイクを好きになってっていうことじゃなくて、メイクの楽しさをなんか、まあ、でもそれも教養ってなるんか、メイクって楽しいからさ、メイクとか美容って結局楽しいんよな。だからその楽しさを
ただ単純、ただただ感じてほしい。やべやべ、深い話するとこだった。セーフ。私も人見知り克服したいです。なんやろね、でも人見知りってどういうのが人見知りって言うやろ。結局さ、私もさ、人見知りって言うけど、人見知りってどこまでがあれなんやろ。人とは喋れるんやけど、喋る前に喋ろうとしてなかったりするやん、自分の中で。もう喋ること諦めとったり、そもそも喋りたいって思ってなかったり、喋りたいって思わなかったら別に喋らんかっても別にいいやん。でも喋りたい、この人と喋りたいって思ったら喋れるタイプだよね、私は。ごめんね、ずっと前まつげとかしとる。バッサバサで、マスカラ。昨日涙袋作ったね、さすが。人見知りってさ、てか大体の人、いや僕も人見知りですよとかさ、いや私も人見知りなんでとか言うやん。てかもうみんな人見知り、いやなんかほぼベース、喋ろうとしても会話続かなくて。あー、でもさ、喋りたいって思ったらさ、心の中が勝手にさ会話続けようってなってさ、でも何喋ったらいいか分からんくなるか。なんやろうね。でも相手がね、会話続けてくれたりするけどね。それは私がたまたまいつも運がいいだけか。会話続けるってむずいよね。例えばさ、この世界に入っての、そのスタッフさんとかのとかとの会話だったら結構会話続けてくれる人が多いんやけど、私昔学校行ってた頃とかだったら会話続かんことが多かったかもね。私がまだ若かったし、そういうのもあるんか分からんけど。うわ、深い話しとるやん、いつの間に。もうって、人って基本人見知りよね。そうなんよね、結局ね。いや人見知りなんでってみんな言うやん、やっぱり。あ、お話し会はまあ、ていうかお話し会ってめちゃめちゃ高レベルやからね。えみんなやで。でもそれお話し会って難しいよね。みんなさ、あのなんか喋ってないこと考えて、なんか喋って、あ時間余った、どうしよう、時間切った、バイバイってなるよね。で実際はコミュ力高いやつ。え、あれやる、人見知りなんで、いや人見知りですよって言っといて、いやそのいや人見知りですよって言っとるその感じがもう人見知りじゃないお前はって思うよね。でも私も人見知りとか言っといて、そのタイプなんかもしれんって思う時もあるよ、自分で。だってまあまあ喋れるもん、なんかっていう自信が最近はついてきたからこう言えるんかもしれんけど、話変わるけどさ、例えば誰かとさご飯行くとしてさ、何食べたいって聞かれた時さ、
なんて答えればいいんやろ。マジで何でもいいけど、でも何でもいいって言ったら一番さ、相手にとって失礼やん。失礼というか相手が一番困るやん、何でもいいっていうのが。だからなんて言おうかな、何でも食べたいし何でも好きやし嫌いなもんないしなぁと思って、なんて言おうかなと思ったんやけど、こういう時なんて言えばいいかなと思って、じゃあ肉か魚かハンバーガーですかねって返したんやけど、で OK みたいな感じになったんやけど、これは正解だったかな。こういう経験がないから正解だったのか。肉か魚ですかねって普通やん。肉か魚って普通やから、なんか普通やし、なんかああ何もないから肉か魚って言ったやな。まあそこまで考えんか、肉か魚かハンバーガー食べたいやんと思ってハンバーガーって付け出してみた。相手が好きなものを知ってたらそれを言いますね。それは確かに、うん、何も知らん、何も知らんし、まあその人も多分何でも好きなんや。麺かご飯かパンってなとか、あーまずそこから、なるほどね。まあ麺、あ麺とかそういう系ね。まあ無難な答えは何かなと思って、そっか麺パンご飯、そういう分け方忘れとった。相手はめちゃくちゃ困るやろ、あの何でもいいって言ったらさ、え何でも食べたいですとか言ってさ、それが一番って思ったらさ、いやそれが一番困るんだよって感じやんね。私あれやもん、舞台の人、あの東京で舞台のさみんなもさ、くーちゃん何食べたいって聞いてくれるやん。その時はマジでハンバーガーって言って、うん、いつまでまつげとかしとんのって。そうまつげがさ、マスカラゴテゴテに塗ったから、あのガッサガサで、そのマスカラが今それが気になって。麺かご飯かパン、まあその人も麺もご飯もパンも好きやし、私も麺もご飯もパンも好きやから、さ肉か寿司って言おうとしたんやけど、それの方がなんかありきたりやなって思って、肉か魚って言って、ちょっとハンバーガーつけ出してた。タンパク質取れれば何でもいい。ああ確かに、まあそしたら肉、そうそれ言って、それ言ったら肉系か、まあ、魚系かと何でも結局そうなるんかな。でも寿司はまあタンパク質取れるし、ハンバーガーもタンパク質取れるし、と何があれやろ、まあ、何でも取れる、韓国料理でもタンパク質取れるし、アメリカン料理でもタンパク質取れるし、日本料理でも、あ和食か、和食でもタンパク質取れるし、まあ
イコール何でもいいって言っとるのと同じやけど、ちゃんと希望は言ってますよって感じやな。なるほどね。魚ダメな人もいるし、うん、その人も魚食べれるんよな。だからどっちも何でも食べれるけん、それその状態で、でもあっちはこっちが何でも食べれるってこと知らんかもしれんもんなっていう時に、まあとりあえず肉か魚って言っといたらいいよね。あの無難にちゃん、あのいい、なんていうの焼肉行くとか聞いて反応見ます。まあね、なんか焼肉っていうのが一番基本、あの基本で分かりやすくていいよね。でも焼肉って言いがちじゃね。だから私は焼肉じゃなくても肉系、いやでも焼肉じゃない肉系ってなんやでもまあ焼肉って書いたら限定されるから肉って言ってた。まあ肉、鶏肉の鶏肉料理みたいな店になるかもしれんしね。あ、重いとかあるんや。そうね、例えば誰かとご飯に行くならもうそのために腹すかせていくもん。ああそうや、ステーキとか。なるほど。もうね、ご飯屋に行かなすぎて普段そういう店の種類もう頭にないんよな。だからそういう何食べたいって唐突に聞かれた時、何があるっけってなる。しゃぶしゃぶね、そんな料理を、そういう料理ってか店の店があること忘れてた。知らなすぎやなマジで。話し合いで、そうそう、友達とかだったら決めやすいやん。なんか食べたいもの言いやすいし、でもさ絶妙ななんか時あるやん。神田さんセーターありがとうございます。あ、鉄板焼き屋さん、え、ね、鉄板焼き屋さんってお好み焼き屋ってことか。え、私お好み焼き屋でお好み焼き以外食べたことない。そういえばサイゼリア、あ、まあサイゼリアとはちょっと違うかな。ちょっとあの今回聞いとるあれは。こう同世代の子とご飯行くってなったら、なんかね好きなもん言いやすいし、相手もあっち好きなもの言ってくれるし。ビックリドンキーのこの前ツイートでバズってはないか、ツイッターで見たんやけど、ビックリドンキーのモーニングがいいみたいな、ハンバーグがついててなんちゃらかんちゃらみたいなツイート見た。ドンキとか行ってないな、まあ、外食せんから。てか昨日東京行ったらさ、東京行ったら速攻ブルーボトルコーヒー見つけてさ、びっくりしたんやけど、初めて生の目で見たその店を。
初めて見たんやけど、しかも今まで何回も通ったことあるところにあって、今まで知らんかったんよそこにあるってこと。今まで知らんかって、そこ何回も歩いとって、何回も歩いてたはずやのに気づかんくて、昨日やっと見つけた。こうさ、やっぱ仕事中ってさ、あんまり店とか見んやん、東京で仕事で行っても店とか見んけど、なんかその時パッてふとこう景色見たら、ブルーボトルコーヒーのマークがあって、青いボトルの、えっこあるやんみたいな、びっくりした。行ってみたいって思ってたお店、何回も通ってるとこにあったんかよみたいな。この話をご飯食べながら見てるから余計腹にたまりそう。いいやん、鉄板焼き屋さん、目の前にある鉄板で肉や魚、やっぱさ、まだ若いけんさ、若いけんさっていうか、若いのは関係ないか、こうまだ外食をそんな極めてないからさ、お好み焼き屋行ったらお好み焼きしか食べないわけよ。夜時間はね、昨日のスケジュール、鬼タイトスケジュールやったけんなかったけど、急に写真見つけたっていう記念の写真だけ撮った。食うこと飯食える時点で勝ち、それはそう。慣れた道でも気づかなかった店とか、そう、まあ別に慣れた道じゃないんやけど、東京やから、でも何回も通ったことあるのに、なんで今まで気づかなかったんやみたいな。シェイクシャックは見つけれんかったな、さすがに。まだ焼肉食べ放題がある、あ、なるほど。外食マジでせんからな。久々に榊さん見たけど、お、なんか落ち着くね。なんかそうやろうね、そうやろうねってなんやねんって感じやけど、お腹すいたな、あんなに夜中に食べたのに、無限の胃袋やわマジ。夜も定食してるお店で
定食して、あ、食事をしてカフェでコーヒーを飲むのも、なるほど。私別に誰にでも合わせられるんよ、なんか食べ物全部好きすぎて。だからこそね、何食べたいって言おうかなって迷うんよね。だってほんまに何でもいいやん、そういうの時って。でもさ、コーヒーってさ、好きな人と、嫌いな人分かれるやん。だから、まあでもそういうコーヒー売ってるとこってカフェラテとかあるか。いやでもカフェラテも嫌いな人は嫌いよね、なんか。その時一番食べたいものを言えば、そう、だから言った。ハンバーガーって言った。お前ハンバーガーしか食べんのかよ、みたいな。でもね、ガチでハンバーガー好きやし。保険で肉と魚を入れといて、他の食べ物が思いつかんかった。そのラーメンとかそういう麺とかさ、もう脳が子供すぎてハンバーガーかドーナツしか思いつかなかった。コーヒーダメな人は、そう、でもコーヒーダメでもカフェオレ好きみたいな人おるやん。私が見たことあるのはコーヒーは無理でカフェオレとかは好きな人。カフェオレとか別に飲まんけどコーヒーは好きって人、そういうの全部あんまり好きじゃない人。そう、ブラックしかダメって人おるよね。私はブラックが好きやけどブラックしかダメっていうわけではない、全部好き。次聞かれた、香川レベルのうどんやんとか言って、それ言われた人最悪やねえよって感じやな。探したけどねえよって。ブラック飲んで飲めないこともない、うん、まあ好きなの頼んだらいいよね。私だってスターバックスで、例えばスターバックスでブラックをわざわざ頼まんもん。スターバックス行ったら甘いホワイトモカ飲むし、フラペチーノ系飲むし、目まつげとかその癖になってしまった。いろんなもの頼みたいしね。あ、いつでもホット頼む人か。え、中野の公園見に行く通りに汁なし担々麺の店あった、あるよね。そこはいつも通る場所、
そう、そこさみんなでさご飯食べに行く時も休憩時間とか間にみんなで、あの学生チームの みんなとかと、学生チームだけじゃないか、まあ、何人かで仲いい人たちでさ食べに行く時休憩時間に、だからだいなんかいつもそこ通った、そこ通ってだって、あ汁なし担々麺や広島にありますよ、広島の汁なし担々麺美味しいですよっていう会話をそこ通った時にみんなでしたもん。絶対同じとこや、だって汁なし担々麺ってこう看板に書いとるあそこよね。そう通った、そこ、いや東京に汁なし担々麺ここであるんかいみたいな。そうで汁なし担々麺あるんですよ、広島の、広島で有名でみたいな、へえーみたいな。だってさ広島といえばお好み焼きとかそういう感じでさ、汁なし担々麺ってあんまり知られてないやん。だから広島のですって言っといた。そうなんよ、汁なし担々麺の店あった、まあ、他にもいろんな店あったけど、それそれね、汁なし担々麺の話したから覚えとる。ちょっと汁なし担々麺知っとる人おらんかったかも、広島の、広島って何のグルメがあるのみたいな話になるやん。その時に、あ、汁なし担々麺ね、あるよねって言っとる人あんまりおらん、てかおらんかった。お好み焼きうまいよねとか言って、牡蠣とか美味しいよねとか言って、あと揚げもみじも知っとる人おらんかった。やべ、オールしたのに目覚めてきたぞ、逆に。荷物ね、そう、でもそういうチェーン店みたいな感じじゃなく、その中野の近くにあったお店はなんかなんていうん、チェーン店じゃない系の、ほんまに汁なし担々麺って書いてあっただけの。オールなんすか、そうオールなんよ。昨日 MV 撮影してて東京で、でそれで夜、街で夜遅くに帰ってきて、でも朝配信するからっていうことで寝てないですよね。で朝配信終わったらもうめちゃめちゃ寝てやろうって思ってたんやけど、あれこれ目覚めたかなみたいな。でも絶対に昼寝はするはずだけど、もしこれが今日も仕事バチバチにありますみたいな日だったら、寝れんと思うけど、逆に今日別にそんなあれでもないから寝るんやろな、爆睡やろな。昨日帰りの移動、東京から広島の移動も、まあ、ちょっと寝たけど、ちょっとしか寝てない。うわっ、寝てない自慢してる人みたい、やめろよ。こっちだとないものだやけど、東京が羨ましい。そりゃそうよ、私やってあれも香川と広島の西の人やから、香川の人で広島に今住んでるから
チュン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 、休めるとき休んでね。いやめちゃめちゃ休んどんよ。でもこれでオール続いたら笑う。いや絶対ない。それはあれオール続くのはあれは舞台あったから、あれは特別な特別なオール、あれは絶対。ツアーもうすぐやん、やべ。TVer で ST の番組 TVer やっけ。 Hulu は知ってるけど TVer でもなんかあるか、あるか分からんけど。クラコン、ああ私たち出てないやつか。高弘さん猿かける中ありがとうございます。うん、猿かける11か、ありがとうございます。チャチャチャ、土曜日よりも土曜日はいつや、カレンダーカレンダー、徳島かな、違うか、あ、香川の夜か。夕方何時やったっけな、確かに早かった気がする。デスティネーションツアー高松、16時半。おお、僕ここ今17時
あ、でもあれは17時半か。まあ17時半やったら夜か。あー、お腹すくな。お腹空いてないんやけど、お腹、本物の食欲じゃないんやけど、お腹空いた。終わった後で夕飯どこかで撮ってないってことで、確かにポジティブに捉えたら、あと遠くから来る人もってことかな。遠くから来る人はさ、移動の時間がさあるやん、分からんけど。申し込み先がいろいろあって、そうなんか大変。あー、でもそうか、そうよね。行きたい店ありすぎて行く店決まらん、マジで。まあでもそうやな、だってさ、1日のその1回の食事をどこで済ますか、どこに行くかって結構絞ってさ、絞っても結局1個しか行けんからさって感じよな。カイノさん、アイスありがとうございます。マジ昨日撮影終わってから飲み物めちゃめちゃ取っとるわ。
ちゃんさん、ありがとう、ありがとうございます。からのこれ昨日の差し入れ、これで 100ml もあるんや。私こういう系マジで飲まんねんね、栄養ドリンク系。炭酸入っとんかな、入ってないか。何飲みまくってる。昨日お茶飲んで、でも撮影終わる前、撮影中はこんぐらいしか飲んでないんやけど、撮影終わって家帰ってきてからこんぐらい飲んで、でコーヒー一杯飲んで。で今水こんぐらい飲んで、今からこれっていう。カフェイン入ってるやつこれ、いや別に入っとるけどそんなカフェイン重視ではない。いや昨日 MV 撮影で疲れるからってね、多分買ってきてくれたんですよ。おー独特。いいね、飲み物爆食い、爆飲み。中にコーヒーは寝る気ゼロで、だって今日オールするつもりだったもん、朝配信どうせやるなら。どなたの差し入れですか？スタッフさんかな？ねえ、うまくはないか。こっからまあお風呂入るから水分抜けるやん、だからちょうどいいんやね。水分取ってからのお風呂って最高やな。もう今目がん開きやから、で急に眠たくなるよ絶対。予想は10時ぐらいに眠くなるか、昼3時からぐらいに眠くなって爆睡。前髪にここ長いよな。いや疲れた後のキンキンのお茶ってマジでうまい。クアトロ四角公園全員じゃないのかな、どうなんやろ。いやメンバーを後日発表しますみたいな感じだったよね。の書き方はどう？の書き方だったら、そんなこと書くんだったら全員じゃないんかな。どうなのかな。はよ発表してくれやメンバー。じゃあメンバー発表されるのさ、申し込みできんくね？普
通に。はい、教えてくれや。私が働き始める頃に。あ、10時。そう、確かに。そんぐらいか。オールスト車で広島に向かっています。マジで。気をつけてください。今日まで抽選なのに。え、そういうのさ、発表しろよ。そんなん、出んかったらどうするんって感じよ。え、申し込んで、で申し込んだよって。申し込んで、あ、当たったって。じゃあメンバー発表されます。推し出てない？え？これ、え？みたいな感じよ、普通に。普通に。だって推し、だって自分で考えて、自分の立場で、自分の推し。この公園自分の推し見るために買います、お金出しますって、で当たったみたいな、でメンバー発表、え、好きな人出ないってなるやんね、普通に。今日まで抽選ってことは、あ、いっぱいあるから、今日の夕方くらいにメンバー発表されるとかないんかな。だからは、だいぶ見せてくれてありがとう。え、そんな感じよね。出られなかったら申し訳なく、メンバーで申し込んでほしいって言ってた。確かにそれができるんだったらそれがいいよね、一番安心で。クリスマス公演の話してますか。クリスマス公演もか、メンバー発表されてないんか。うーんとか言ってしまった。あの、じゃあもうクワ四国クワトロ公演だけじゃなくてクリスマスもかと思って、じゃあそろそろランキング読んで終わりたいと思います。13位、深夜健さん。12位、和王さん。11位 F さん。10位流れ物さん。9位中堅さん。8位ユッティさん。7位鍵37さん。6位赤砂豪さん。5位 MIE さん。4位ダミオさん。3位平手おじさん。2位カンズさん。1位高弘さん。ありがとうございます。アニさんありがとう。疲れ、ありがとうございます。では、ありがとうございました。